ああ今南富良野の道の駅入ったらモンベルがあるじゃん。あすごいね。あやっぱり富良野はちょっとおしゃれだよな。いやこの38号線ってめちゃくちゃいいね。ここ初めて走るな。いやーこうやって考えるとさ、まだまだやっぱ走ってない道があるんだよな。今ねオンロードバイクが3台前を走ってますけども、あと 200m でですね、私セローは林道に入ります。あと 70m。 あここだ。よしちょっと一回ここで確認をしましょう。ではですね、次の林道へ入ります。このですね川松沢林道 4.5 キロですね。でこのダラムサラーってところを今ここを来て右折したんですけど、まあ目印としてはそこにお寺みたいなものがありますね。ということでこれを上がって33ページここに出るんですね。はい。でこの後ですね、富良野の方に向かってランチをしようかなと思いますんで、まあランチ前の、ちょっとダートを楽しもうと思います。 4.5 キロで、まあ、コメントはないんだけど、まあね、ツーリングマップルさんに出てる林道ダートは、安全ですから、うん、大丈夫でしょう。なんか狭くなってきたよ。あ、来たんじゃない。さあここからですね。おお、ここから、じゃあ行きますか。何？陶器か。ああそうなんだよね、冬はダメなんだよな。それはそうだけど、穴ぼっこがすげえな。あれか、やっぱりツーリングマップルさんでフラットって書いてなかったらフラットじゃないんだな。だからやっぱりちょっと気をつけていきましょう。おおおお、一応熊よけね。感じいいね、ここちょっと。ここでちょっと一回写真撮りますか。この辺で、あ、リスだ。リスがいたね。これですよね。さあ、待ちに待った走り方美しい選手権大会です。北海道の林道をいかに美しく走り抜けるか。手の振り方、足の上げ方、非常に難しい競技です。青空の下、木漏れ日を浴びながら光の角度も考慮して走り抜けましょう。選手入場です。さあ、周選手がスタンバイに入りました。バイクではなく、お前が走るのか。緊張がこちらにも伝わりますね。落ち着いていきましょう。
なんだこれ。頑張れ。左手を上げて声援に応えてます。いよいよスタートです。一体何なんだこれ。セローの横を駆け抜けるぞ。おっと、この手の上げ方は美しい。足の角度も美しい。すごい。なんとここでジャンプも見せてくれるのか。これは素晴らしい走り方だ。優勝おめでとう。ギリギリ日本の州が優勝だ。なんそれ。これはまとブログなのか。ちょっと林道で360度いけんのかな。ちょっとかなり揺れるね。ゆっくり走りましょう。夏が終わる頃、君は言った。僕の肩にもたれ、祭りの後、静かな夜空に花火会に行こう。握りしめた小さな手をギュッとこぼれ落ちた。涙の雨ならいつしか晴れ渡った。二人だけの秘密の場所、ジンギスカン、めちゃくちゃうまかった。めちゃくちゃうまかった。あの本店の味と同じだね、多分。キャンプ場に泊まってあそこで食べたあのジンギスカンと同じだなって思ったね。思い出したよ。いやー、最高だな。まああのキャンプ場もいいんだけどね、ちょっとお風呂がね遠いからっていうのがあってね。今日もあの連泊にしてるんだけどね、金山に。まあ林道に走るっていう理由があったからっていうのもあるけどね。もうさ、青い池とかさ、もう観光地、もう人が多いとこにはもう全く興味がないからさ、人がいないところに行きたいわけよ。だからちょっと気になる場所がありまして、日進ダムっていうのかな。誰もいない。おお、すげえじゃん。あ、こっち完全にダムで止められてて。おお、でこの石で積み上げてるっていうのが珍しいらしいんですよね。うわー、絶景。おお、何気に青い池じゃん。青い池に見えるじゃん。それは無理がある。おお、かなりマイナーだよね。マイナーだけどいいよね。どこまで行けんだ。あ、なんかあの上に林道がある。またまた、またまた、マジで。あれ、嘘、こっからダートがあるの。マジ、もう気になっちゃうよね、こうなると。
クマ出没注意だって。やばい、これは予定外の場所だからさ、よくわからんよ。あれいい感じでこれダムのほとりをこう走れるようになってんじゃないの。クマさん来ないでね。いけるのかこれ。いけるね、いけるね。っていうかちょっとクマスプレーをカバンに入れちゃったよ。すげえ、いいね、日清ダム林道。いいよ、めっちゃおもろいじゃん。あ、でもなんかタイヤの跡があるから誰か行ってるね。ずっと行けるね。いやーすごいな。すげえ、今気づいたけどこれ湖のダムか。これダムをずっとこう沿って走れるわ。あれこっちもあるよな。あ、これはここも行ける。あ、これも一周できるようになってる。すげえ、俺一周できんじゃない。このダムの横を走ってまたここから上に上がって一周できるんだ。いいじゃん、ちょっと行ってみましょうよ。よし、ここを日清ダム林道と名付けましょう。今クマよけスプレー出しましたんで、これでちょっとがっつり回っていきましょう。いやー、こうやってさ偶然のように見つけるのもね楽しいんだよね。これ一応 Google マップだと一周できるようにはなってるんで、一応クマ注意と書いてましたけども、クマが出たら戦いましょう。よし、行こう。非常に走りやすい。おお、めっちゃいい景色じゃん。これなんだよね。もうさ、やっぱ北海道の林道だとはさ無数にあるからさ、こういう出会いは嬉しいよね。うわ、景色めっちゃいいじゃん。あれ、あ、これでここに出るのか。 OKOK、 あっちはもういいか。オッケー、これで表の国道に、国道じゃない表の道路に出るのね。オッケーオッケー。あ、これさっきあったな、なんとかの森って。あ、この看板のところから。あ、なるほどね、 JR 北海道上伏の森。じゃあ、あの上に行ったら上伏の森ってところに行けるのかな。そういう話になるよね。それは気になるよね。そうなると上伏の森、まあこれは看板があるぐらいだからさ全然問題ないってことでしょ。じゃあ行っちゃう、安全だから。こっちだよね、こっちはもう来たからさ。こっちが上伏の森なの。なぜツーリングマットルに乗ってない林道へ行くんだ。いや、頼むからもう林道はやめてくれ、そろそろやばいぞ。二度とないこの瞬間を焼き付けたい、君と共に「あとまって描いてみて」
Run!